僕らと一緒にチラシを作らせてもらいましたけど、カバーになっても終わったイベントなんですけど、私最近この近くにスタジオを開設しまして、スタジオエルパルテなんですけど、15人ぐらいは入ってるんですよね。歌の人とか映画館とかやっていきたいなと思って、その日のイベント自体終わったんですけど、それが一つと、それから5月18日に卵の子さん、卵の子さんに届いて、それは私の責任を持って、お姉さんですね、まあ、リスルホールって言うんですけど、立川市、市民会館ですね、前で1200席をいかに満席に近いぐらいお客さんが集められ、どうしたら集められるか、チラシを1万枚印刷しました。なんか配ってるんですけど、興味ありましたらお掛けください。入場無料でございます。でこれ全く別の話なんですけど、私新月の1日から7日まで旅行してまして、海外旅行と一緒にフィンランドとエストニアとスウェーデン、日本球団に交換団のフィンランドでの公演を応援するツアーというのがあって、それはそれでそのスペシャルだったんですけど、観光してきた。それで行く前から調べて、フィンランドはね、パンも盛んなんですよ。フィンランド行ったら少し行くチャンスはなかったんですけど、勉強員に取材の感じで、ホライブが一つのところに詳しい専門家で、フィンランドのパンというのは、何と言います、ダンスを日本と共有する団体を立ち上げたその人が、田岡さんという女性なんですけど、お話しすることができましてね、で彼女も柴さんがあって非常に良かったということになってるんですけども、さらにですね、6月の10日からグレインという小池栄子のスーパーのライブハウスで、まだタイトル決めてないんですけど、フィンランド単語とアルゼンチン単語っていうのがタイトルで、ハンガレンさんちょっとしたいと思うんですけど、主にそのフィンランド単語を紹介するようなイベントをやることを進めてまして、ダンスのデモンストレーションもあるんですね。なんかね、僕もね、アルゼンチンのフィンランドでしょ、で日本で共通点がフィンランドと何となく相性がいいっていうか、それとね、フィンランド単語はちょっとで聞いてみて、最後のエルチョーブという曲を。